大丈夫です、はい、変わってない。はい、アルケさんまたモニターお願いします。電源オン。一応予定では8分ですね。では皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近もうなんかね、20、30に本持ってきて、そしたらなんかいろいろ舞台のアクシデントで強くなって、すごかったね。昨日のやつでしょ。びっくりした。ここで赤で嬉しい。デリシャスなラジオ、表現する者たちの月夜会へようこそ。パーソナリティは下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。朝までやらないクリスタルショータイム、ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、同じ気持ちを分け合ったり誰かの気持ちが元気になりますように、今夜もキラキラな夜をお届けします。クリスタルとは、それは誰もが持っているオリジナリティ、誰かのためじゃない、自分らしく輝くためのギフト、心のままにあなたのままであればいい。だから今夜もキラキラナイトの始まりです。デリシャスなラジオクリスタル、2013年7月1日月曜日21時オープンです。見て聞いて参加する番組、ラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。ルーディーこと執事伊藤、コンシェルジュマネージャーおよびクリスタル相談役、いなくては困るポジションを目指して頑張っています。頑張りましょうね、キャプテン D。 はい、初心者マークつけながらのベテラン新人、ダイヤモンドミッチーナは進化中、ニョキニョキ隊の教育係も増え、てんてこまいですが、おしゃれチェックもありますからね、頑張りますよ。ワンちゃんのことならお任せくださいね。ツーランドのコーナーを担当します。ルーディサポートお願いしますね。もちろんです、かしこまりました。それではミッチーナ、本日のラインナップお願いします。はい、了解です。3分間のラブレター、キリンさんの一言で心がほんわかしたり作りたかったり、今日はどんなでしょう。今月のマンスリーゲストはシンガーソングライターの門馬義彦さんです。お久しぶりですね、楽しみです。今週は体の気持ち、このコーナーは目の片手にお聞きくださいね。ミュージックシャワーは音楽人さんルーディがおすすめの曲です。楽しみです。そして、ミッチーナが待っているショートストーリー、毎回ドキドキです。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。こちらもぜひチェックしてくださいね。あー、焦った。冒頭から。はい。ね、8時まで寝てたんだ。8時まで寝てたすごいですね。本番1時間前ですね。テレビ見て。あれ ?8 時ってわーみたいな。やば。全力疾走。車の中でも全力で用意してまいりました。あ、お疲れ様でございます。やっと顔が整う。先ほど。よく出ちゃって元気です。元気なんだ。よかった。うん。さあ、始めましょうかね。はい。あっという間の1時間ですからね。はい。始めなくちゃですよ、キリンさん。どこから聞いても楽しめるクリスタル、キラキラナイトの始まりです。DJ キリの3分間のラブレター、
日常の中にあるドラマは時には優しく、時には切なくて、言えなかった思いや聞いてほしい気持ちが溢れています。自分のことは分からなくても、誰かの話なら気づくこともあります。今日もどこかで聞いてくれているあなたへのラブレターです。クリスタルがスタートしたのは3年前。1年目は役者さんとミュージシャンのレギュラーが交代で大人数で参加していました。そして2年目は劇団のメンバーとシンガーソングライター、その人たちをクローズアップして本当にライブのような番組を展開していました。その後半ぐらいからメンバーがガラリ変わり、ゲストもマンスリーゲストとして紹介することになりました。その中で数人番組のバンドを、バンドを私たちはクリスタルメンバーとして呼んでいます。彼らは自分のブログやホームページで自分のこと以上にクリスタルをアピールしてくれた。それが我が番組の合言葉、言葉様にありがとう。当たり前のようでなかなかできないことだし、自画自賛ポジティブチーム、お人よしつきました。今月からエンディングテーマにも参加しています。ジプシーバガボンズで歌舞伎座の女王。歌舞伎町の女王じゃないですか。歌舞伎座の女王って言った今。あ、本当ですか。何も言おうかな。タイトルが何、タイトルが歌舞伎町の女王ですよ。歌舞伎町の何て言ったんですか。歌舞伎座の女王って言いました。かわいい。面白いか言ってるんです。それは大事ない。歌舞伎座って言った。座って言いました。生演奏あります。名前さんあり、はいはいはい、了解です。今に、あ、今に、今に、あ、いい曲ですね、これね。いいでしょ、この人いいの。歌舞伎町の上手だ。歌舞伎座の上手。カメラ、はい。あれ、BGM どうしますか、ゲストコーナー。ももくんの、あ、使ってないじゃん。使ってないですね。あら、CD もしあれば今でもお忘れできますよ。持ってきますか。まあ、え、あ、何でもいいです。今日はじゃあ静かだ。はい、じゃあ適当に察します。はい、さあ、って何歌おうかな。面白いからいいと思う。全部入ってる。あ、今分かった。なんかもう私すでにお前よし引こうとしてる。本当だ。鈴風とは書いてない。書いてない。最後ちょっとねえ、触れようか。あの、入れていい。ジェプシーバカボンズかっこいいですよね。だけど私はタイトル間違ってたし。歌舞伎町の女王なんだよね。そうです、それが正解です。歌舞伎座の女王、はい、言っちゃった、ごめん。可愛かったです。はい、ありがとう。自由だな、クリスタル。最初紹介するので、はい、イエーって言うまで待ってね。わかりました。いいですよ。